ア床、そのアメリカが登場しました、はい、沖野。この選手得意の平均台での3回ターンというのを持っているんですね。何回か国際試合で使ったことはあるらしいんですけど、私は残念ながらアメリカ国内で見ることができなかったんです。今年のアメリカンカップで優勝して、はい、急に彗星のごとく現れた選手なんですね、まあ、審判の人からもかなり評判が良くて、スタイルはこれですね。これは2回、これは後方伸身の2回注意ですけど、はい、ターンと言いまして、横にぐるぐるっという感じに回る、まあ、フィギュアスケートとかで言いますとスピンと言われるような運動ですね。さあ、ここからだと思いますが、見せてくれますでしょうか。やった。やりません。今のは2回なんです。場内大歓声です。はい、2回でも D 難度という最高級の難度なんですよ。エレガント差を十分にアピールしてくれました、エリザベス沖野。